権威とは弱者のためにこそ存在するものなれば、かつては破壊不可能だった物体をある日突然打ち壊せる、何者も傷つけることなく得られる上達の実感。動くな、えれいことになるぜ。ハンマー裕次郎、列だ、列海王が出てきたぞ。私と戦え、今すぐこの場で。私を侮辱する気か。ずるいジジイだぜ。より早く、より早く、より早く。あ、ピン、ここ、キッ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 、決着。やりましょうか、決闘。老齢に達しながら、なんという負け惜しみ。決闘してんだぜ、兄ちゃん。おほっ。大変なことになったぜ。ほい、ほい。なんて面してやがる。喧嘩で相手の弱点を攻めるのは常識じゃねえか。カマン。さあ坊や、これで武器は全てなくなっちまったわけだ。オイラはもう帰るなよ。楽しみだ。なんと大きく、なんと早く、なんと粘り強く、なんと力強く。ダメージを受けると立ち上がっちまうんだ。いつだって、いつだって、いつだってスタンド&ファイト。くっそ、逃げられちゃしょうがねえ。すでに侵されている。受けた、当たってない。仕上がった。毒裏返る。あ、お前の弟が直しちまった。
なんだか軽いや。まるであそこまで一気に飛び上がれそうな。ゴッ。体がね、あんたをやっちゃえって。どけ。はじめ。まっすぐ、最短距離、勇気、来た、射程距離。階段外れた。食らった。どうだい、まだやれるか。準備ができた。やられずにやる。たとえ瀕死に追い込まれても必ず。さあ、瀕死だぜ。すまない。伝説のパンチ光栄だ。あなたが割って入らなきゃ確実に殺していた。確実にね。よっしゃ。必要なんだ、君のような人材が。素晴らしい。負傷した肘を治したいのだが。誤信とは。許せ。やば。しまった。胸がまるでケツだ。腕が頭よりでかい。大体技が通用するのか。そんな衝撃を片腕一本で支えたんだ。弾丸でも通さねえんだけどな。またポケットに。ポケットから手を出さないのではなく、出せないのだ。失敗だったぜ。鼓膜にもウェイトトレーニングをさせとくんだった。面白い。ロンがおちょくられてる。ねえ、相手が自分を真似たので自分はやめる。真っ暗。終わらせるか。なるほどね。さあ、始めようか。
お前さんがこの抜き手を身につけるためどれほど指を鍛え込んだのか知らんが、俺がリアルで腹筋を固めた時には諦めた方がいい。ハンドポケット最後の最後までスマートな野郎だぜ。親父の技が、半間裕次郎が通用しないのか。面白くなってきたの、強気人よ。受けてみ。おや、この老いぼれのパンチを逃げよったか。親父、強き人よ。何を恐れる。何をそんなに。すげえ、倍以上もありそうな日本人が宙に浮かされている。人生楽しからずや、こういう出会いもある。じじい、暴走とは力の解放だ。100年はなかったぞ、これほどの緊張は。かようが、これが裕次郎。せやアキ君、バカに嬉しそうじゃないか。打ちのめされているのは100歳を超える老人だというのに。老人？相手はキャリア140年の超武術家だぜ。じじい、調子こかせてもらうぜ。背中の筋肉がまるで鬼の顔のような。一度は見たいとは思っていたが、まあ、れって落ちて100と数十年。うわぁ、これが剣法。じじい、老衰です。